YouTube をご覧の皆さん、おいっすー。おいっすー。ここに来てもうあの挨拶捨てようかなと思って。おいっすー。はい、まあというわけでですね、皆さん知ってますか、都市伝説、はい、都市伝説、お前はってかもしれないお前。何キョウちゃん今日の動画次元全然違うでしょみたいな、どう絡めてくるのってことでしょ。違うんですよ皆さん、モスドナルドッテリア知ってますか。モスドナルドッテリア、これは流行るぞと、うん、これは流行るね、うん、皆さんあのファーストフードは好きですよね。マックだったりマクドナルド、ロッテリア、まあモスバーガー、まあ、あとはサセボバーガーなんてのもあるしね、フィッシュネスバーガーなんてのもありますし、サセボバーガーあるよね、サセボバーガーあるあるあるけど、バーガーキングとかね、ラッキーピエロとかありますよね。なに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 、サセボバーガーはその地域限定の、いやもうだからもうラッキーピエロとかサセボバーガーとかね、函館フィッシュネスバーガーとかバーガーキングとかいっぱいあるじゃないですか。でもモスドナルドッテリアですよ。はなんだそれっていうのはですね、あの俺が思うに、まあいろんなフードファーストフード店がある中で、あの絶対に同じ商品は出せないはずなんだよ。うん、俺が思うのね、うん、ハンバーガー一つとっても味は絶対違うの。あるでしょみんなも、ここのハンバーガー美味しい、ここのハンバーガー美味しいとか、うんうん、だからでもそれってなんで生まれるかっていうと、あそこのお店とはちょっと違う業こうなの加工法を使ってるとか、うん、食材を使ってるとかで味が絶対変わってくるはずなの。はい、でないものを絶対使うはずだから惹かれ合うはずなんだよ。やっぱ俺とレイカみたくさ、ないもの同士が惹かれ合ってさ、うん、こうお互いのこう遺伝子レベルでさ、こう子孫を残すって言うじゃない。つまりですよ、そのハンバーガーたちを欠点を補うように足せば最強のハンバーガー、モスドナルドッテリアができるはずなんです。最強のハンバーガー、ええ、最強のハンバーガーですよ。モスバーガー、マクドナルド、ロッテリア、この3社を足したハンバーガー、モスナルドドッテリアができるはずなんですよ。何何、モスナルドッテリア、モスドナルドッテリア、モスドナルドッテリアができるはずなんですよ。言いたいだけだろお前、これ言いたい。さあというわけで用意しました、こちらでございます。タッタッタッ、ハンバーガー、ロッテリア、ハンバーガー、はハンバーガー、ハンバーガー、モスバーガー、さあこの3つを合体させたいんですけども、よし、うわすごい、ほらこれがモスバーガーですよ。そしてこれが、うん、ハンバーガー、はい違う、マクドナルドで、これがロッテリア。あ、並べると全然違う。意外とマックの方がなんかこれ綺麗じゃない、バンズが。さあじゃあ早速合体させてみたいと思います。はい、どう合体させるか、ただこれ重ねるだけじゃつまらないと、うん、やっぱこう分解してですね、こうおおでトマト挟まってる、モス、トマト挟まってるあ、パンをパンでね、あえて挟むっていうね。できた、モスナルドッテリア、モスドナルドッテリア、これ食べるよ、もう最強の、うん、すごいマヨネーズの香りがすごいよこれ香ばしいね、マヨネーズの香りがすごいね、えかこれ、えマヨネーズ直に、すごいマヨネーズの香りがたっぷり、こんなマヨネーズの香りがね、うん、ずーっとするんだすごいな、これどこだ、モスか、レベル高えな、マヨネーズの香りがね半端ない、うん、あ、でもやっぱりモスが一番なんか、うん、ハンズがしっかりしてるね。あ、そうなんだ、うん、ギガマックみたいな、あ、ほんと汚ねえ食べ方だな、おいというわけで最強のハンバーガー、はい、モスドナルドッテリア、そう、あとね3社ポテト食べ比べってのをちょっとやってみたくて、これロッテリア、これがモス、これマック、じゃあ食べてみたいと思います。マックのポテト俺好きなんだよな。そうだね、うん、食べ慣れた無限に食えるこのしなしな感最強に好き。さあ対するロッテリア、うん、ちょっと違う、え？強いて言うなら、うん、ポテトチップスうすしおとチップスターっぽくない、なんか分かる、あー分かる、分かる、芋感が強い、そう芋感が強い。さあモスバーガー、もう完全にモスに関しては、うん、もうあのファミレスとかで食べるポテトだよね、あでっかい芋、えー俺でもやっぱり
マックが一番好きかな。レイカは？レイカ芋そんなに好きじゃない。